土曜日夜10時、明るい未来にチェンジの時間がやってまいりました。パーソナリティの上岡です。明るい未来にチェンジは、誰もが幸せに生きていける社会を実現させるためのラジオです。本日のテーマはベーシックインカム。ベーシックインカムには5つの定義があります。無審査、無条件、現金給付、個人単位、そして定期支給です。これはベーシックインカムアースネットワークという、毎年ベーシックインカム世界会議を開催している歴史ある研究団体が30年かけて導き出した定義です。この定義を一つでも満たしていなければ、それはベーシックインカムとは言えません。10万円のコロナ給付金はベーシックインカム5つの定義のうち4つ、無審査、無条件、現金給付、個人単位を満たすものでした。これが定期支給されるようになれば、それはまさにベーシックインカムです。コロナショックをきっかけとして、世界的にベーシックインカムを求める声が高まっています。喜ばしいことではあるのですが、人それぞれ思い描いているベーシックインカムが異なること、勘違いが多すぎることに私は危機感を感じています。よくあるのは、ベーシックインカムを生活保護と混同している勘違いです。ベーシックインカムが生活保護と混同されて広まるのだけは避けなくてはなりません。本日もここでしか聞けない貴重なお話をたっぷりご紹介していきます。お楽しみに。78.0FM Naha. Your radio station. パーソナリティの上岡です。はい、今晩もトークの相方にジャズシンガー義母貴子さんに来ていただいています。義母さん、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、今日はベーシックインカム、会ということで、はい、久しぶりですね。久々ですね。久々ですね。もうとにかくベーシックインカムの歌をもう広めたいんですけど、はい、なかなか歌ってないって。はい、今日はもう待ちに待ったベーシックインカムの歌を、はい、もう一度歌って、わかりました。はい、ね、まだ皆さん覚えるぐらい歌ってないからね。覚えて歌っていきましょう。はい、オッケー。じゃあ、はい、お願いします。やってみます。はい。ベーシックインカムが実現したら、叶うことなに教えて、自信が生まれて不安がなくなって、あなたも私も健康になる。ベーシックインカムが実現できたら、はい、誰もが健康になって、はい、前向きになって、はい、幸せになる、はい、最高ですね。最高ですね。はい、広めていきましょう。広めていきましょう。はい、はい、ということで、はい、はい、じゃあタブレットを、はい、ありがとうございます。はい、ちょうど今歌い終わってすぐ画面消えたからよかった。はい、歌う前、歌って終わってからでよかったです。はい、はい、ですね、うんうんうん、今日のテーマは、まあ、ベーシックインカムと少子高齢化、はいを絡めてお話を進めていきたいと思います。はい、はい、
うんうん、あ、なんかシーンとなっちゃった。大丈夫大丈夫。はい。少子高齢化についてギボンズさんどのぐらい危機感を持ってらっしゃいますでしょうか。危機感ね、うん、あんまりでも実感ないっていうか、まあ、知ってますけどね、話としてはどんどん少子化になって、うんうん、やばいんじゃないかみたいな。でも漠然としすぎてあんまり分かんないですけど、うんうん、そうですよね、はい、いやでもあのベーシックインカムやらなければならない、うん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 、一番の理由って少子高齢化なんですよね、うん、ああなるほど、うん、人口がどんどん増えていって、うん、右肩上がりの時代って、うんうんうん、まあ、とりあえず人口ボーナス、うん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 、人口が増えていくことでどんどん需要が増えていくから、だから誰もがまあ会社に、まあ、大体そのほぼ 100% 就職できるわけですよ。で会社に入ったら、うん、まあ、何年かしたら係長になって課長になって、はい、まあ、悪くても部長くらいまでには、うんうんうん、絶対なれるっていう。お、うん、だって会社どんどん大きくなっていくわけですよ、はい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 、人がどんどん増えて新入社員毎年入ってくる新入社員の数が増えていくわけですよ。あ、そうですよね、うん、だから必ずそれに伴って役職の人がいる、うんうんうん、だから仕事できてもできなくてもいい時代ですね。あ、そう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 、うん、だけどこれが人口減になったら、うん、増え続けていた支店が減るわけですよ。で毎年例えば200人が300人になり300人が400人になっていた新入社員の数が、うんうん、あれ去年500人だったけど400人、うん、なんかそれから5年したら300人とか減っていって、うん、でもう支店も減らさなきゃいけない、新入社員の数も減らさなきゃいけない、はい、でトータルの社員の数も減らさなきゃいけないってことになって、うんうんうん、はい、まさにこれこの 2,30 年の間にずっと経験し続けてることなんですよね。なるほどね、うん、で、そうなってきた時に人口がどんどん増え続けていって現役世代が多くて、はい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 、うん、で、まあ、養わなければならない高齢者世代が少ない時は、うん、なんとかなったんですよね。はい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 、ギボンノさんが生まれる前、はい、うん、私がだから生まれてすぐの頃だと、うん、多分9人ぐらい、うん、9人ぐらいで、高齢者世代を支える。あ、そんな感じだったんだ。うんうん、現役世代が、9人ぐらいで1人を支える。あ、うん、それがどん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 現役世代の数が減っていって、はい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 、2025年には 1.2 人で高齢者1人を支えなければならないという、うん、いややばいっすね。いや無理じゃん。いや無理無理無理、うん、いや無理っていうことをそもそも気づこうよみたいな、うん、無理です、無理無理、絶対無理、うんうん、でも、うん、いやそれで例えばその生産、うんうん、食べ物の生産が間に合わないとか物がもう不足してどうにもならないんだったら、まあ、どうしようもないんですけど、はいはいはい、物は余ってるんですよ。機械化も進んでるし、はい、ロボット化も AI 化も進んでるから、うん、まあ、要は物は余ってると、うんうん、足りないのじゃあと何、うん、おなんでしょう。お金、お金お金ね、お金、そうそう、そうですよね、うん、そうね、そうなんですよ。だからお金さえあれば別に何も困らないんですよね、うん、そうですよね、うんうんうん、じゃあそのお金、いやでもお金ないでしょ、借金だらけじゃない、それ事実なんですよ。今のまんまでいくと、はい、これから若い人たちはどんどん、うん、その負担が増えていくわけですよ。うんうんうん、1.2 人で高齢者を1人支えなきゃいけないし、自分の口も養わなきゃいけないし、うんうんうん、無理です、無理ですよね自分で自分を養うのも大変なのですよね本当にそう、うん、で、実際その今なんていうか、まあ、仕事があってなんとかなってる人って意外と実感ないと思うんですけど、うんうん、これ年々どういう変化をしているかっていうのを、はいはい、財務省発表の資料でちょっと確認したいんですけど、お、はい、うん、国民所得、皆さんがこう働いて稼いだお金に対する社会保険料とか税金の負担率、これが1970年には 20.、
24.3%。 ほう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 、うん、だからまあ、あのすごく慣らして慣らしてですけど、うんうんうん、まあ、あのまあ今でも例えば年収100万の人もいれば年収1億の人もいるじゃないですか。まあ人それぞれなんだけど、その全部全部足しても頭割りしたら、うんうん、した場合、はいはいはい、うん、まあ例えば月給10万円もらったとしたら、うん、2万4000ぐらいは税金とか社会保障料で払う、で7万5000円ちょっとは手元に残るっていうのが1970年代だったんですよ、うんうんうん、1970年、うんうん、でこの、10万円のうち、まあ、2万4300円払ってたものが、はい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 、その10年後、はい、1980年には 30.5%、うん、つまり3万5000円になる、3万500円か、うん、まあ、結構でも1970年代の時点で結構高いですね。高いっていうか、まあ、でも結構ね、うん、4分の1だから ね、それがあの 30% で、うんうん、で1990年その10年後ですね、うんうんうん、38.4%、うんうんうん、どんどん、うん、もう4割とかも無理じゃないですか。 4割近くもうあの税負担ほとんど、うん、社会保障、そう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 、で、これがどん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 上がっていって、うん、2020年、うん、昨年はこれが 46.1%、 10万稼い、10万円稼いでも 46,100円、いろいろ差し引かれて、はい、で、まあ、これはまあ、あの消費税とかそういうことも入ってますけど、で実質自分が使えるお金っていうのが、5万円ちょっとしかないんですよね。つらいつらい。 いやそりゃあなんかね、あの1970年と比べたら、うん、手取りが少なくなってるのに、いやこれ以上どうやって養っていくのみたいな。いやそうですよね本当に、うん、でこの話のさらに怖いのが、はい、その国民負担に財政赤字、うん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 、国の借金を加えた潜在的な国民負担率、うん、66.5%。 あだからこの 46.1% っていうのは、うん、その赤字が入ってないんですね、借金返済が。じゃあもう赤字入れたら 100% 超えるっていう。あ そこまでいかないんだけど、赤字入れたら今 66.5% 負担しなきゃいけないっていうことらしいんですよ。あ入れて60、ああ、そうね、はい、だから10万円稼いで、3万円、3万4000円、3万4000円弱しか、うんうんうん、あの手元に残らなくて、いや、うん、それで、うん、あのだからね、それで今度子供育てるとかちょっと無理無理ですよね。どうすんだと。無理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 、うん、だからもう、お金しかないんですよ、はい、で実際にこれ内閣府、はい、内閣府が、はい、あのアンケート取ってくれていて、はい、理想の子供数を持たない理由、うん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 、うん、これが、うん、一番大きいのが、うん、まあ、その少子化に歯止めをかけるための政策アンケート内閣府ということで、うんうんうん、経済的支援の充実が 70.1% なんですよ。はい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 、はい、だからつまりお金があれば産みたい人は産むよってことです。いやそうですよね普通に考えて。そう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 、だってめちゃめちゃお金かかるイメージあるじゃないですか。子供お金かかりますよ、ね、いや、うんうん、それは怖いよね産むの、うん、そう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 。で必ず健康で生まれてくるという保証もないですしね、うん、確かにね、うん、リスクありますから。しかも晩婚化とか進んで、あ、そうそうそう、そういうリスクもね結構高まってるし、あ、そうそう、妊娠出産のリスクあるし、うん、うん、もう産むこと自体が一大事になっているのに。いやいや本当、ね、うん、それで経済的余裕がたっぷりあったらまだしも、うんうんうん、それギリギリのところで、 そうっすよね、そんな博打打てますかと。無理っす無理っす。はい、うん、それで、まあ、この内閣府のアンケートによると、うん、まあ、その経済的支援を求める声がもう大多数で、はい、その次に多いのが労働関連の支援が欲しいということなんですよ。ほう、でこれは例えば再就職環境の整備、うーん、なるほどね、うん、まあ、赤ちゃんを産むに際して辞める人やっぱり多いですから、である程度育ったらまた再就職したいと。いやそうですよね本当に、うん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 、それから育児休業を取得しやすくする、あ、それも大事ですね、うん、職場の中に託児所を設置してほしい、なるほどなるほど、うん、それから労働時間を短くしてほしい、うん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 、こういう要望がいろいろあって、はい、でもこれもつまりその子供を産んだらその後、まあね、あの乳幼児の手がかかる時期はともかくある程度落ち着いたら次はもうお金の勝負ってことですよね。うん、そうですよね、教育費お金かかるんで、うん、だから労働環境の整備をしてほしいというのも、まあ、結局お金の問題、うん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 、で次に多いのが保育所を増やすとか、うん、
保育サービスを充実させてほしい。はい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 。これも働くから保育所が必要になるんだって、うんうん、まあ、もちろん働いてない人にもいろいろ保育サービスはあった方がいいと思うんですけど、うん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 、だけど結局子供産めない理由って究極的にはお金じゃんっていうことになるんですよね。そうですよね。全て解決、全て解決しますよね。ええーうん、そう。そして、それ以外お金以外の問題、うんうんうん、で不妊治療を含む妊娠出産に対する支援が欲しい。おお、なるほど、母子保険サービスの充実っていう要望があって、はいはいはい、うん、だからこれ不妊が増えてるんですよね。これ日頃から化学物質過敏症関係の、ね、関連の件で、まあ、環境汚染によって体がダメージを受けている。で、例えば水とか空気がいろいろ危険な有害物質がたくさん含まれる世の中になって、はいはいはい、その中には不妊症になるものもたくさん含まれてるんですよ。なるほど、つながってますね。つながってますね。つながってます。そうそう、だから子供を増やすにはまずお金を配る、そして環境を整えて体を害さないような地球をいや本当そうですよね。地球を作っていかないといけないと。うん、うん、でもこのなんでじゃあそんな環境を害するものを作るのって調べていくと、うん、これもやっぱり結局お金なんですよね。そうですよね、うん、お金が必要だから生活費を稼がなきゃいけないから、とにかく物を作って売らなきゃっていう、うんうんうん、で働く方もお金がないと生きていけないから、働いて時間がなくて変なものいっぱい食べる。そう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 、時間がないから手取り早いもの食べて天かすいっぱいみたいな。そう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 、お弁当買ってきてレンチンするみたいな、うんね、そう、うん、だからもう全て悪循環なんですよね。そうですよね、うん、これを止めるには、うん、お金しかないですよ。なんで小声になるんだろう。お金ね、そうお金だから配ってほしいですよね、本当に。あ、そう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 、うんうん、でまあラジオでも何回か紹介してるんですけど、はいはい、税金を集めて再なんだろう、うん、再給付するというか、はい、ね、配るということ自体がもうそもそも限界ですよ。うん、そうですよね。うん、さっき言ったみたいに負担増えすぎていて、うん、働いた人に対する課税とか、うん、うんうんうん、で会社としても広げていった事業を今度縮小せざるを得なくなっていくので、どうしてもそのどんどん儲かるっていうフェーズでもないんですよね。じゃあどうすんのと、うんうん、で2つ方法があるんですよ。お、2つもあるんですか。2つあるんですよ、実は。すごい。ぜひ教えてください。はい、まず1つ目、はい、これは私が所属しているフライブルグ大学の研究チームでも、はいはいはい、結構言われてるんですけど、うん、国債、うんうんうん、政府が発行している、ま、国の借金ですよね、はいはい、これを中央銀行に引き取ってもらって、うん、でチャラにすると、うん、わ、なんか難しいけどチャラにできるならしてほしい。そんなもう偉い人がそう言ってんだったらいいんじゃないですか。ね、はい、できますこれ、ね、さらにしてくれ。あ、そうそう、うん、でこれは日本でもまあできなくはないんですけど、はいはいはい、いろいろ日本銀行法とかいろんな法律があって、うん、簡単にはできない。ほう、ものすごくいろいろ法律を変えないといけないので、うーん、今のまんまでは無理。あ、そうなんだ。うんうん、できなくはないけど、うんうん、はいはいはい、うん、でちょっと難しい話になるんですけど、うん、中央銀行って例えばイギリスのイングランド銀行という中央銀行は、うんうんうん、国立なんですよ。はい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 、うん、でアイスランドの、中央銀行も国立、うん、ところが日本の場合は認可法人、うんうんうん、で政府から独立しているので、はい、うん、そういうことをなんかその一企業にさせるっていうことが日本では結構難しい。あ、じゃあちょっと質問、はい、でそのじゃあ国立だったら簡単にチャラにできるんですか。うん、政府が全部支配権を持っているような銀行も中央銀行、はい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 、海外にはあるんですよ、うん、そういうところはおそらく日本よりかはやりやすい。やりやすい。あ、うんうん、だけど日本は企業になってるから、あ、そうそう、一企業なのでやりにくいと、うん、まあ、いろいろできなくはないだろうけど、はいはいはい、法改正とかものすごくいろいろやらないといけないはずなんですよ。うーん、
でしかし日本にはすでに法律があって、はいはいはい、日本政府には通貨発行権、うんうん、お金を発行する権利がありますと、はい、明記されている、うんうんうん、明記されているんですよ、発行できると、うん、それから今はその1円玉から500円玉までの6種類の硬貨しか発行できないことになっているけど、はい、まあ、素材、うんうんうん、例えば銀行振込にする電子マネーとか、はいはい、まあ、例えばカードみたいなプリペイドカードみたいなものを、まあ、素材として、うん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 、あとまあ普通の、まあ、例えば3万円札とか5万円札とか、うんうんうん、そういう新しい紙幣を、まあ、素材として作ることも日本政府には可能なんですよ、うんうんうん、今はできてないけど、うん、それを政令という内閣が政令を作ればできるっていうふうに明記されてるんで、なるほど、うん、だから国会議員が、うん、与党さんが、うん、内閣さんがちょこちょこっと政令作って、ね、くれれば、あ、じゃあコロナの資金もううちらがお金発行したんで配っちゃいますって、うん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 、できるんですよねえ、うん、だからちょっとこういう方法があるよと、はい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 、もっと広めてねえ、広めていきましょうよ、行きましょうそしたらみんな健康になって、うんうん、前向きになって、あ、ちょっとワンフレーズなんだっけ、あ、ワンフレーズ、ワンフレーズ、あ、ちょっと今無理かな、うん、もうワンフレーズ、前向きにいなベーシックただことなに教えて、なんだっけ次が重要、はい、なんだっけ、みんなが健康になる、そうですよ、ちょっと忘れちゃった、健康になる、幸せになる、そうそうですね、うん、そう前向きになる、はい、これ本当私が適当に当てずっぽうで言ってることではなくて、世界中 の世界各地で行われてきた現金給付、うん、はいはいはい、社会実験の結果なんですよ、うん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 、お金を配ると健康になる、うん、前向きになる、はい、幸せになるいやでも想像したらそうですよね、そう、うん、いやだからもうこれ本当にやっていくしかないんですよね、はい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 、できるよっていうことをみんなにもっと知ってほしい、知ってほしい歌とともに広げましょう、はい、広げましょうはい、じゃあ木本さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。パーソナリティの神岡です。明るい未来にチェンジ、エンディングが近づいてきました。本日のテーマはベーシックインカム、少子高齢化に向けてベーシックインカムが絶対に必要です。それは税金を集めてのベーシックインカムではなくて、国民負担ゼロのお金を配るというタイプのベーシックインカムが必要です。ベーシックインカムには5つの定義があります。無審査、無条件、現金給付、個人単位、そして定期支給です。世界的にベーシックインカムを求める声が高まっています。そして、経済学者の中からも、国民負担ゼロの、現金給付が必要だと言い始めている人が増えています。こういったことをもっと私たちの、一般の人も、知るようになって、政治家も知るようになって、そして誰もが幸せに生きていけるベーシックインカムがある社会を実現させていきたいと思います。ぜひ国民負担ゼロのベーシックインカム案を理解して広めて実現させていきましょう。リスナーの皆さん、ご視聴ありがとうございました。はい、また来週。